じゃあ録画の方からいたしました7月31日、ともさんさよならイオン企画その1指名ガチエキシビジョンマッチということで、小川先生から指名されましたカリンチュさんのミリアと7戦ガチを行っていただきます。それではですね、カリンチュさんともさんにそれぞれコメントをいただきたいと思います。まずはカリンチュさん、よろしくお願いします。どうもカリンチュです。最後は何も起こさず 7-0 で勝って終わろうと思います。いやー、 7-0 宣言ほんとカリンチュさんにはやられっぱなしなんで、ちょっとそこ今日はいやいや かっこいいところ見せていきたいと思うんで、よろしくお願いします。今日はあの親知らず抜いてますからね、あのパワーアップしてますよ、サイヤ人的な牙抜いてる、あははは、たくさん噛みつけるぞ。というわけでね、 1P 側がトモさん、 2P がカリンチュさんでよろしいですか。はい、頑張ってください。さあ、小川先生のアークラブのチームメイトでもあるカリンチュさんのミリアがここで、今まで熱い試合が続きましたが、冷やしてやろう、 7-0 で終わらせてやるぜと熱いコメントで、それ言っちゃっていいの 7-0 でっつって、すごいですね。なかなか 7-0 とか宣言できないものですが、カリンチュさんらしいですね。本当にイグザードのいいところの一つとして、そのカリンチュさんがね、表舞台に出るようになったというのはかなりでかいです。横浜の、そう、日吉でしたっけ、あとはすごいですよ、元住吉だったから。さあ、7-0 宣言、カリンチュミリア君、あっと、さあ、ミリア対レオも、まあ、相当きついですね。さあ、あの前に出ていた勇敢なライオンが押されています、きつい、かっこいいポーズ、威嚇します。さあ、このシークレットガーデンと一緒に攻め込んでしまいますと、カーシルト取られた場合、巻き込まれてしまいますので、距離を取っていますね。おっと、カリンさんが熱い、熱いところを表すのは赤色のワンキャンセルですね。そうですね。いや、あっと、まずいぞ、構えちゃう。さあ、付き合いません。さあ、ここでもう発生しているんです。すこれはまずい。まあ、佐藤の分身は、本体殴ったら消えますからね。そうですよ、やばいですよ。最初の試合は必ずトモさんは取っていました。さあ、投げていく。ちょっとなんかミディアなんか難しいですね。ちょっと遅らせ断ち切ってやらないとダメな気がします。さあ、2敗したら総裁どうすんの。うー、1、2の3から、もう当然のように探していきます。あははバラぞ、バラの中にライオンが、まあ、いけー、電源すら、ハイスラ、あの何が、何が当たったんだよバラかよお前、まだいんのかよ、すごいっす。さあ、しかし、ガメ足ありから、うわー、ロマンキャンセルはしないぞ。エメラルドレインから大きくましょう。あー、しかし、さあ、これがレオ使いだ、リバーサスバイト。ただ次から多分あのミリアがニエスを振ります。ニエスやミケーで多分ツバイドを止めて選択肢です。うわー、しかし 7-0 宣言してるんでね、取れば実質勝ちみたいなもんですよ。さあ、ジャンプリー、ここの昇竜拳アイゼンがね、したためなんで、どうしてもこの中段が厳しい。立ち合いすら、サカ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 、もうジャンケンス、構えすヒット、うますぎる。そしてシークレットガーデン、画面中央から前系立っているが、ダストラック、これでアイゼンの画面を解除することにもつながります。ゲットグル、なんだ、おっと、前 P のスキー、1、2のここでバーストつく。シークレットガーデンが厳しい。あー、針がヒット、まずいげーなんということだ。スイートスーッといって、あっ、ただバラが、バラが、バラが、バラが来るよいや、しかし耐え切ったぞ。まずい、高いが、キムキャンセル、構えている、立ち合いすら、おっと、ケー、ハイから前に出るか、バックステップ、ツバイト、中段立て、1、2の削り殺し、7-0宣言、あれ、7-0宣言、7-0宣言とは7-0宣言、
なんだったの、自由に、カリンチマン。おいおい、宣言しといてそれはねえだろお前。万が一これが広まればこの世の中清水ですよね、まあ、ビッグマウスってのは大変ですね。おもなす。厳しすぎだろ。かりんさんマジね、あれのプレイスタイルすごい冷たいんですけど、癒し系ですよね。本人が本人可愛いとおかちゃんに言われても全然燃えないんですよ、やめてほしいんですけど。じゃないですよ、ちょっと、うん、近寄る、いや、いやまあね、非常に個性豊かなギルティギアプレイヤーに囲まれて帝は今日も楽しいですね。はい。さあさあ、これはまあ、とりあえず 7-0 は防ぎました。しかし先は長いです。おーと、打っていく男がトモさんなんですな、もちろん。いや、バロー探さない、ま、おーと、ジャンプ系。まあ、ジャンプ系先出ししてますからね、基本的にはかなり難しいですね。おー、以前打っていく、あれなんですよね、どうしても脆いんで一発がでかいですね。ミス、いい指導。そう、処理ではないですからね、今みたいにブリッツシールドとかシステム頼らざるを得ないところも出てくるんで、こうなって読み負けてしまうと一気に持ってくれします。まずいですよ。ロイさん、セカンドリア。これをごくりっつって、あれ。いやけど小川先生、一つ言わせていただきますと、小川先生の試合の時は大体こういったコメント流れだったら、まあ気にしないでください。まあけどね。さっきまでクソみたいなコメントしたのに、仮にして頑張れじゃないですよ。チームメイトだ、チームメイト、それ厳しいのかな。まあ本当は勝ってほしいがみたいな。まあ、かりんさんは最強だと信じるこの小川先生でしたね。だからこそ言葉は重く、やだやだ。信用してるからこそ、いやーけど、いやー、相方だから熱い優勝なのか、はたまた別の感情なのか、まあ知りたくありません。そうですね、じゃんけいですから。そうですね、さあここは追い込んでいくぞ、トモレオ。 3-0 まではいつも通りになるんですよ、勝ったとしても。 3-0 はトモさんにとってちょっと縁起が悪い。うーん、おー、これは詰めて追いかけて、これバスト、ジャン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 と追いかけて、2杯すら打ち上げて、キングスヒルからジャンエス、ジャンディー、S、ハイスラ、ハイ投げて、シークレットガーデン、中段から、P、S、P と、なんだ、なんか出てきた、スペイドか、なんか、さあ、これ、一発当たると死ぬやつだ、レッタングル、さあ、スペイド、しかし守ってくれて、距離を取って、バラを探して。さあ、空中ガード不能の地上攻撃を引っ掛けて、バーラン投げ、バースト使ってもあるんですね、テストの網みたいな。あー、死んだ。死んだ。おやおや、これまずいですよ。ちょっとこれ、カリさん、先ほど5分10分ぐらい前の自分の発言しなきゃよかったなーっていう、ちょっと後悔する頃です。そろそろ大丈夫そうですよ。何も気にしてない、大丈夫。
ですよ、気にしない気にしない、いいですね。けど、オガちゃんが隣にいる方がやばいじゃないですかね、これ集中できねえよみたいな。そうなんですよ、トモさん必ずストレート 3-0 なんですね。トモさんチームメイトは誰だっけ、ミーさんとゴンザブロー君ですか。なるほど、先方、そうです、あーあーって声が聞こえましたよ、ガリンさん大丈夫ですか。あーって声が来て振り向いたらシャレで吹っ飛んでいるガリンさんが、やっぱあの構え攻撃ですか、あのガードしなくちゃいけないキャラクターってきついですよね、多分ポチョムキンとかメガフィストとか、あとソルとかカイみたいな昇竜拳があるぞっていうキャラクターはゲオがちょっとそれ意識しないといけないんですけど、ガードとかブリッツバックスしかないっていうキャラクターはどうしても緊張感違いますよね。シーンはそうですね、やっぱノーゲージでボーンって勝利くるところです。さあ前入るな、ホークボイカースじゃんけんハイからのエンエス立ち合いすら構えて追いかける、おっとエンエス痛えぞこれ、ドリットからのノーゲージ中段択しっかり捉えて空中攻撃でカリシマリアが取り返す。さあ最終ラウンド、レオのダストアタックガードとしてマイナス1とかで結構優秀なんですね。うおうまい、わかんないです、発生フレームはもうどうでもいいです雰囲気です。そうですね、チャカチャカチャカチャーンと追いかけて、うわーどこに当たったんだ、落として、さあ冷えてきたか、うわーマジかー、飛んだバースト対策がすごすぎる、見てからでしょう。うわーここでやはり 3-0 はトモさんにとってよろしくないです。あどうする、ダウン取ってウィンガーちょっと怖いですね、おお投げている、痛い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 、いやー怖い、当たると死ぬ、当たると死んじゃうから逃げる、あっうー楽しますよね、そりゃユニフレームゲット、立ち合いすらここは勇気を持ってこそってきました。そんなに必死に追い、 Here comes a daredevil。え、こっからだぞと、ノイさんがトモさんをなぜか煽っています。そうですね、今のところかなりかっこいいとしか思わないですね。トモさんすげーってなりますかね。そうですね、トモさんが関西行っちゃうと、ホッサさんとボブさんぐらいしかいないんじゃないですか、レオスカイ。俺、ジョニーです。あ、まあそうなんですけど、まあ、絶滅しそうですからね、ライオンも。さあ、落として。ライオンはどうしてもやっぱ最初につまずくんですよ、シンとカイに。同じ新キャラクターってことで新使ってみんよってなると遠距離ですとビッグドライバーで割としばかれるんで、そう頑張る前にあ他のキャラ行こうってなっちゃう可能性が多かった気がしますね。さあカリンチュミリアがあんなこと言ってる間に1本取ってサイラーに体力相手1割となりそうなところ、なんだなんだ、やはり3本試合をすると上級者は動きが変わってくる気がしますね。ウィンガーで完全対策、氷河期が来ましたか、やばい、俺トモさんの顔多分見れないんですけど多分苦い顔してるんじゃないかな。やっぱブリッツはちょっとレベレーター少し考えないと、なんか差し回りでチャップさんが光ってたんで何やってんだチャップさん、コーロそうと思ったらためブリッツ打たれてやばかったです。あ、そうなんですか、ちょっと今みたいなブリッツとかなった時もしっかり対応しなきゃいけませんね。マジか、お、お疲れ様です。わー、なんだって、エンゲス
玉安がマイハイで潰されてしまう。マジか。しかもワータイ拾えて画面端マイハイでユーリフレームゲット。マイケマイハイのダウンのユーリフレームでかいですからね。さあ捉えて SD からもう何でもいいでしょう。ああなんか遊んでやるわみたいな感じの出なかったつらそう。トモさんが苦しんでいます応援してくださいあのガード しなきゃいけないキャラクターに加えてガードする人はきついかもしれないですあの FAB さんとかもすごいガードするじゃないですか。だからシャカ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 されるのに対応できないところが多いんじゃないかなって思ってたんですけど、最近の FAB さんすごい後ろメガフィストやってくるんでもう大丈夫でしょう。もうそうそう、もうあれはもうダメです、勝てません。そうですね、一応あの対策で立ち切って前ステピーとかあるんですけども、そうなってくるといろんな対策が、おーっと差し切れて噛みついて、さあこのラウンドは死亡。うん、差し切れは誰ですか、ミリアですか。レオは7とか8じゃないですか、わかんないけど。うわー痛い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 、ピヨンはないけど拾いちゃいます。あのファフニールです、あれ構え状態カウンターに行ったわ。炎が出ないファフニールなんですごい地味ながらも強いです。そうですね、さあここでバスト、さすがにこれ反応できず。さあロマンキャンセルどういう風にいくでしょうか。針があるんで前、あこれやばいやつや、これうー前へ行け。そしてもちろん針投げ、あっとやっちゃったが間に合って、さすがにこれは通さない。うわーこれは、ま、死んなないけど死んじゃうやつ。さあ、しょげー、通していく。これ、軽量級、ミニアはすごい。ユーザーデータの操縦所に失敗しました。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと再起動します。ちょっと両替タイムもあるんで、ちょっと待ってくださいね。あれ、なんか、前代落ちたかなんか。トモレオ、なんかたまにありますね。前代あるか。ちょっと待ってみます。ちょっとやってみましょう。とりあえずなんかなんか落ちちゃった系なんでちょっとしばらくお待ちください。なんかオールネット側がちょっと今全部落ちちゃった系らしくて、他の台もっていう状態になったんで、ちょっと一旦配信をこのまんまでちょっとお待ちください。ジョニオさんが戻ってくるまで、まあとりあえず今のところ 4-2 っていうところですけど、同業者的にはどう思いますか。俺に振るのなんか無茶振りで解説させられてるんだけどいやきついんですけど、いやなんかカリンチュ側が置き攻めミスりまくってるから、そこからなんか怪しくなってるなみたいな感じにはね。そうですね、まあ、まあ、多分今他のところもオールネット押してるんじゃないかって話がちょっと違う、まあ、ちょっとうちの友達からメール、そういうメールをちょっといただいたりとかしたんで、まあ、ちょっと分かんないですけど、本当全部かどうかはみたいな。辞書には事実、まあちょっとお待ちください。それをどっオーバーで、今ちょっといろいろと起動、もう一回再起動、今この状態になってるんで、まあ、それまではちょっと僕がマイクでありますね。今のところまあ4対2で、まあここからお互いどうなるかっていうところですかね。で今ちょっとチェックしてる最中ですね。はい、で今トモさんとカリンチの4対2と、まあちょっと今までと違った流れになってきて、まあここからまたお互いどうやって読み合いが一周する
勝手なの。流れを止まった感じだから、このおかげで。そうですね、ちょっとカリンチ側としては嫌な流れが止まったかなというふうな、まあ、ギャラリー視点みたいなところ、まあ、それをどう吹っ飛ばすか、まあ、ちょっと見ものってのはありますね。やっぱレオのプレッシャーも相まってみたいな。やっぱレオは大会すごいありますね、需要が。オールネット接続切れちゃうと、あのカードデータの部分でちょっと一部障害があって記録されないって話。あ、なんか治ったみたいなんで返します。危ない危ない、なんかあったみたいですね。あーなるほど。あ、ちょっと待ってね。え、マジで終わらせたのダメなの？10分待てば使えるんです。ちょっと待ってくださいね。ノーガード閉まらないですからね。ちょっと困ったな。じゃあちょっと、10分間インターバル置きますか。そうしましょう。せっかくなんでカードは残したいですからね。こういうとこ大事です。あーなるほど。PSN ですね。それではその話は、じゃあなんか適当にボコボコ殴っててください。10分か。場をつなぐトークね。一旦じゃあ録画切り。